こんにちは。書道教室みさきのぬくとみさきと申します。よろしくお願いいたします。はい、では今日は普段授業で生徒さん、子どもの生徒さんや大人の生徒さんにご説明させていただいている漢字の文字の法則を皆さんにぜひ知っていただけたらと思います。で、いつも何個かポイントはご説明してるんですけど、その中でも私が知った時に驚いた一つの法則を皆さんに今からお伝えしたいと思います。はい、では今からホワイトボードで書きながらご説明いたしますね。で、あ、そうそう、そのポイントなんですけど、文字を書くときに漢字、この部分をしっかりと出してください。そうすると漢字がめちゃキレく見えますっていう説明を私いつもさせていただくんですね。で、その、じゃあどこを出したらいいのってわかんないじゃないですか。で、その時にこれを知ってるとすぐ思い出して書けると思います。では行きますね。その口という字なんですけど、皆さん口という字は見えるかな？どの部分を出すかご存知ですか？ 1、2、3。 ライトで見えにくいよね失礼しました。もう少し大きく書きます。1、2、3。で、口の字は実は三画目の右側をしっかりと出します。はい、そしたら日、日曜日の日という漢字はどの部分を出すかご存知でしょうか。いきますね。この辺からいくかな。1、2、3、4。日という字は下の部分をしっかりと出してください。どうですか？この2つで法則お気づきにもなられた方いらっしゃるんじゃないでしょうか？そうなんですよ。実は口の字あるじゃないですか。口のように中に何も線が入ってない状態の字は右側を出してください。で、口の中にこのように一本でも線が入っている場合は下を出すというのが法則になってるんですよ。すごくないですか？知ってる方いました？で、例えばさ、そしたらこの中に何にしようかな。あ、一回消しますね。面という字、面相筆の面ですよね。これも中に縦画横画が入ってるのでしっかりと下この部分を出してあげてください。このようにどこを出すかっていうのを漢字を書くときにしっかりと注意して書いていただくと、出す部分は出す、出さない部分は出さずにしっかりと止めるとか、止め、跳ね、払いも大事なんですけど、この出す、出さないはすごく大事で、この部分気をつけて書いていただけると、すごく綺麗な字が書けると思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。これ初知りっていう方は、グッドボタンお願いいたします。コメントもお待ちしております。またためになる動画を配信したいので、皆さんの、普段疑問に思ってることがございましたらコメント欄にお願いいたします。では、じゃあねー。